こんにちは。こんにちは。今回はヤヌークメンズベーシックデニムの徹底解説をしていきたいと思います。この動画ではメンズのためのフレアデニムの徹底解説をデザイナーのマサさんと一緒にしていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、フレアデニムなんですけども、70年代に当時のユースカルチャーとして生まれたフレアジーンズであったり、まあ、ブーツカットとかとも呼ばれてたんですけども、そういった類のジーンズからイメージしたものを今回作っております。まあ、特徴としては、まあ、つかず離れずの絶妙なフィット感と、どうしてもこのフレアシルエット、要は裾広がり系って美脚見えする反面、ちょっと女性的な印象を持ちやすいんですけども、その当時、要は70年代のジーンズっていうのは、まあ、女性でも男性っぽくもない少年性を残したちょっとロックとか自由の象徴みたいなパンツだったんですね。そのかっこよさを今回踏襲したようなパンツに仕上げております。で、また裾も極端に広くせずに、できるだけカーブの少ない直線的なラインで作ることで、まあ、男性に似合うように作りつつ、ヤヌーク特有の、まあ、美脚効果であったり足長効果を入れ込んだようなジーンズに仕上げたものになっております。こちらのフレアデニムを作る上でこだわったところが4つあります。1つ目がフィット感、2つ目が厚み、3つ目がレッグラインで、4つ目がちょっとシルエットとは違うんですけど、ステッチワークっていうところになってます。じゃあ1つ目のフィット感から説明していきます。フレア系、要は裾広がり系のシルエットってすごく繊細で、フィット感がちょっと異なると印象がだいぶ変わってくるんですよ。というのが、足長に見せようとすると、いわゆるタイトフィットにするとよりメリハリが効いて足長には見えるんですが、そうするとすごく女性的な見え方をしてしまう。で、目指したのはちょっと少年性が残るフレア、要は70年代に見られたようなちょっとロックっぽいフレアを作りたかったので、このつかず離れずの絶妙なフィット感、ここに一番こだわりを入れました。で、これが逆に太すぎると、次は癖の強すぎる、合わせにくいアイテムになってしまうんで、この絶妙なバランスっていうところに一番こだわりを入れました。確かに、フレアって個人的にもちょっとこう女性っぽいイメージがあったりしたんですけど、このヤヌークメンズで出してるフレアは程よいゆとりを残してもらってるので、かなりメンズライクに履けるなと思いますね。じゃあ2つ目が厚みになります。この厚みっていうのがあまり聞き慣れないかなと思うんですけども、どうしてもこのヒップライン、ここですね、ここの厚みが重要になってきます。で、僕が言ってるその少年性っていうのが、いわゆる女性ってここがウエストは細くてヒップに厚みがあって、いわゆる S 字のラインが強調されるのが女性っぽい、に対して男性というのは全体的に厚みがあって男らしい体型が男性っぽいっていうと、男性っぽい直線的なラインやけども、薄みがまだ出る前の少年性っていうのが、いわゆる70年代のちょっとロックっぽいフレアの特徴かなと思いますので、先ほどここと横のここの厚みをできるだけキュッと薄めに作ってあげることで、横に張らないようなシルエットを作ってます。で、それをすることで、ここがこっちに出てくるわけじゃないんで、直線的なラインを作ることで、より男性が履きやすい男性のためのフレアジーンズというふうな印象を厚みのところで作っております。なるほど、だからメンズでも履きやすいようなシルエットになっているんですね。そう、はい。で、3つ目がレッグラインです。先ほどの厚みともちょっとつながるところなんですけども、どうしても裾を広げる分、ここにこう S 字ラインが生まれてしまいます。で、このラインが、曲線がなだらかであればあるほど女性っぽい優雅なシルエットにはなってくるんですけども、ここで目指したのはストレートのような感覚で履けるフレアジーンズを作りたかったので、できるだけ落差を控えめにして直線的なラインで描いたようなパターンメイキングを心をかけました。なので、まあ、どっちかというとこうストレートジーンズを履くような感覚で履いていただけるようなレッグラインになっているのが、こちらのフレアジーンズの特徴になります。なので、フレア今まで履いたことがないよっていう方でも結構挑戦しやすいシルエットですよね。そうそれが目的でした。で、4つ目のステッチワークになります。
でこれはちょっとシルエットとは異なるんですが、もともとその生まれた70年代のカルチャーを紐解いていった時に、その若者に売りたかったっていうところで、要は安く大量生産しなくちゃいけない、でそのために生み出された特殊な縫製によって作られたので、この時代のフレアジーンズってちょっと特徴的な従来のジーンズとは違うステッチワークが見られるんですね。それを僕らはデザインポイントとしてサンプリングした中で、今回作ったのがこういうステッチワークですね。ちょっとここが日本ステッチ、ダブルステッチがバーッと走っていたり、いわゆる日本線と言われる日本針がついたミシンでバーッと全体的に縫うことによって簡略化された顔、これをデザインポイントとしてこちらの方には入れ込んで作っております。なので従来の、うちのヴィンセントとかフィリップとかルミとかとはまた異なるキャラ付けといいますか、印象が持てるようなジーンズになってます。このステッチワークも本当ちょうどいいアクセントになってますよね、うんうん、なんでこう嫌なデザインじゃなくて、うんうん、まあこれによって履きやすさが生まれるかなと。そうですね。以上がフレアの徹底解説になります。でもあの普段のスタイリングからパンツをこちらのフレアのシルエットに変えるだけで全然こう印象とか気分とかを変えてくれる、そんなシルエットですよね。そう、なんかフレアって履いたことない人からするとこれって上どういう風な服を着たらいいかわからんとか、足元どうしたらいいのかわからないっていう言葉はよくいただくんですけども、もう全然難しく考えずに普段のジーンズのコーディネートをフレアに置き換えるだけで今っぽくなったり、ちょっと新鮮な気分になったりしますんで、ぜひぜひトライしていただきたいと思います。はい、ぜひお試しください。もし分からないことがあったり、もっとこんなこと聞きたいなということがあればコメントいただけると嬉しいです。あとすでにフレアデニム持ってるよっていう方もコメントしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。